明石家さんま犬散歩中の小泉進次郎夫妻に声かけたら SP がぶわーっと出現。明石家さんまさんがラジオ番組で小泉進次郎元環境省が自民党総裁選で敗れたことを心配していたと語りました。滝川クリステルさんとの旧知の縁もあり、夫妻の犬の散歩中に警護の厳重さに驚いたエピソードも話しました。みんなの反応。さんまさんってすごいよね。ホテルでたくさんの人が周りにいて誰がいるのか見えなかったんだけど、真ん中にさんまさんがいたんだ。芸能人でもあんなに人がついてる初めて見たよ。進む二郎さんは SP が遠くにいたけど、さんまさんは人が周りにいて見えないようにしてるから、さんまさんの方が警護がすごいんだと思う。あのクラスの議員に SP がつくなんて無駄だよね。国会議員は衆議院と参議院合わせて713人もいるんだ。もし一人に SP が5人ついたら3565人、10人なら7130人も必要になる。だから議員の数を減らすのが大事なんだ。私の提案は参議院をなくして衆議院の比例代表もなくすこと。そうすると国会議員は衆議院の小選挙区選出の289人だけになるんだ。お笑いが社会にお風呂みたいにあればみんな幸せかもね。警察と民間の協力が必要かもね。注目度が高いから影響も出るだろうし、警護体制を第三者に話していいのか疑問だよ。過去にも国松長官や安倍首相、岸田首相が襲撃されてるし、ファンも善意で近づくとは限らないからね。前者の19年20年の環境大臣の時でしょうね。神奈川県在住で犬の散歩当たってことは東京と神奈川の二重生活なんでしょう。さんまさんは一人身って言われるけど、外に出ると取り巻きが多くて賑やかだよね。小泉元首相が総裁選出馬を断念するようもっと真剣に説得すべきだったね。進次郎公文が広まって政治家としての評価が下がっちゃったし、議員立法提出ゼロ件もバレて答弁能力も疑われた。菅さんにも手遊ばれて終わった感じだよね。進次郎に選対委員長の打診があるけど、次の衆議院選挙で負けたら責任取らされるポジションだよ。老獪な政治家に利用されてるように見えるから、選対委員長は受けない方がいいと思う。この親中政権は長続きしないし、次の選挙では日本保守党と国民民主が躍進しそうだしね。メディアも最後には叩くのが常だし。さんまさんが大勢の SP に気づかなかったのがすごいね。SP って常に護衛してると思ってたけど、知らない人に話しかけられたら急に出てくるんだね。それまでは隠れてたのを。小泉氏に SP 必要なのかな。進次郎氏がエンバイロメントミニスターだったから SP がついてたんじゃない。普通の議員には SP つかないよ。自分で民間警備雇うなら別だけど。クリステルさんは日本では美人だけど、フランスでは普通、動物愛護運動してるから好き。小泉進次郎夫妻と明石家さんまが犬の散歩中に偶然会うって不思議だよね。若い総理もありだよね。高齢議員が居座って若者の活躍を妨げてるし。大臣には SP がつくから、あのクラスじゃないね。駅地下の高級マンションに住む政治家が大臣になると、公園にポリボックスが設置されるんだよ。他の住民がうるさいからマンション内には置けないんだろうね。兵庫県知事に話しかけたおばちゃん、SP が出てきたのに簡単に近づいて話してたのがすごいわ。テレビでしか見たことないならわからないよね。立場や世界が違うから。石破さんは見たけど、SP より競争だった。これが当選と落選の違いかも。あのクラス、税金無駄遣いしてるんだね。小泉さんも早く庶民として楽に暮らせるといいですね。結局、銃撃されたら安倍さんの時みたいに身を守るんだろうけど、奈良県警だからっていう人もいるし、実際どうなんだろうね。進次郎に SP 必要。国会議員の警護費が高くて税金の無駄だね。さんまさんなら安心、たけしは警戒、新助は取り押さえ。議員立法は政策出さないから安全だけど、必要？ SP は何してたの？さんまさんはアクターじゃないけど、SP は大変だね。兵庫県知事に手紙を渡す高校生がありえない。元総理の息子でも国会議員に SP はつかないよ。進次郎に SP がいる理由は？みんなの反応としては、さんまさんの警護の厳重さに驚きつつ、小泉進次郎氏の警護や政治活動に対する意見が多かったです。少数意見としては、議員の数を減らすべきだという提案や、若い総理の必要性を訴える声がありました。当チャンネルの意見として、明石家さんまさんが小泉進次郎氏の警護体制に驚いたエピソードは、要人の安全確保の重要性を再認識させるものでした。議員の数や警護体制の見直しも議論の余地がありますが、何よりも安全は最優先です。